そう。あと、最近あった話たくさんあってさ、実は、この間ね、ツイッターでさ、つぶやいたんですけど、ラミーちゃんとちょっとしたね、まあ、収録がまだ言えないんですけど、あって、僕一つその時ね、実験したんですよ。どんな実験かというと、ラミーちゃんってね、僕と、実はワクチン2回目打つ時にもラミーちゃんが一緒にいて、その時に僕のいつものお花柄のズボンをね、見られて、で、ラミーちゃんに、カナタ先輩、その服装、みたいな感じで笑われて、は？何？可愛いだろ？お花柄ってパジャマですか？って言われたわけよ。で、は？パジャマじゃねえし！パジャマじゃねえよ、これ私服だよって言ったことがあったんですよ。で、パジャマじゃないの？言われたと。正論だね。それで、僕はもうそこからね、絶対逆襲してやるぞと思い、ね、その次の日、次の日じゃない、次の会った時、収録の時にね、あえて僕は、上はパーカー、アディダスの普通パーカーなんだけど、下、ズボン、あえて、ジェラートピケの黒いやつ、パジャマですよ。あえて、パジャマをね、履いていきました。ラミーちゃんに会いました。そしたら、なんて言ったと思う？あれ？カナタ先輩、今日は結構服装普通じゃないですか。パジャマだよ！パジャマだよ！はぁ？普通じゃ、前のが普通で、今回、パジャマ？何言ってんの？思ったんですけど、その場ではバラしませんでした。配信で言おうと思って。はい。ラミーちゃん、あの時僕パジャマだったんだけど、あれがパジャマなんで、私服じゃねえから、今回普通じゃないですか。おバカ、パジャマだわ。ジェラートピケなんだよ、ジェラートピケ。ココでお揃いで買ったね、ジェラートピケをね、履いていったのよ。パジャマの方がおしゃれ。おかしいおかしい。ラミーちゃんちゃんと見てない説ある。適当に見て、なんか適当なこと言ってんだよ、あれは。許されん。だから赤 B チームの時にラミーちゃんとあいあい傘できるよってまつり先輩に言われた時もお断りしといたわ。こいつ僕のね、パジャマもね、普通の服装と言って、僕の普通の服装パジャマと言いやがったからなと思って、根に持っといた。